おはようございます。ミリです。あゆです。今日は山田ゴルフクラブに来ました。今日も8月に行われた4人のバトル第2回を行いたいと思います。前回に引き続き私たち2人は出るんですけど、新しいメンバーが今日来てくれました。お願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。ハッチです。明治大学です。お願いします。松原由美です。日体大卒業して24歳の年になります。よろしくお願いします。じゃあこの4人で真剣にバトります。よろしくお願いします。お願いします。今日は、前回ボロ負けしちゃったんで、今日は絶対勝てるように頑張ります。初めてなんですけど、頑張って一番になれるように頑張ります。新メンバーもいるので、前回に引き続き勝ちたいと思います。昨日ラウンドでちょっとうまくいかなかったんですけど、今日は一生懸命自分のやれることをやって勝ちたいと思います。はゆちゃん、みりちゃん、はい、みっちゃん、はい、あゆちゃん、さっちゃん、ゆみさん。距離あるわ。距離。ゆみちゃんにしますね。でもあんまちゃんと喋ったことないよね。一度入る前にめっちゃ喋った記憶がある。入る前にね。入る前に。うん、わーい。この木まで226って出たんですよ、距離計で。ってことは、私あんま飛ばないから、多分右のバンカー入んないと思うんですよ。250ぐらいあるんで、右バンカー左の方がいいかなって思ってます。初めてなんで探り探りで、そんな狭くなさそうなんで、まあ、まあほぼ真ん中って狙います。
川です。埼玉です。道大丈夫だった？なんか途中降りてみたいな感じで、うん、なんか通行止め、はい。まずまずです。ちょっとクラブ短く持って、あんまり左引っ掛けやすいんで、こういう時はだからちょっと右向いてまっすぐ上げるように意識して打ってます大学楽しい？楽しい。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい。ちゃんと勉強もしてます。勉強してます。頑張ってます。何学科？経営です。経営学科。はい。勉強してました？してました。やってました？一番聞いちゃいけない。ごめんなさい。体育学科だからね。あ、そうなの。運動だね。授業全部体育みたいな感じですね。なんか座学もあるけど、運動がガチだった。みんなガチですよね。なんか水泳とか。いきなり個人メドレーから。ね、過呼吸出てる人いました。ナイスです。惜しい。出だしはティーショットは良かったんですけど、ちょっとセカンドからだんだん薄くなっていて、危うく3パットするところでした。良かったです、パーで。なんか思ったより右あの狙ったとこ行ったんですけど、狙ったとこがラフだったんで、
もっと左でもよかったなと思ったんですけど、ティーショットは。なんか、かもなく、不可もなくって感じのパーでした。ドライバー、まあ、まずまずで、セカンドも良かったんですけど、3打目、もうちょっと突っ込められたらなっていうのはあって、まあでも出だしパーだったんで、良かったです。ロング3打目勝負なのに、3打目が寄らなかったので、やっぱ5、60ヤード、課題ですね。課題です。課題です。今日はあんまん食べてきました。あんまん、はい、私絶対ご飯、ご飯、ご飯食べちゃうとすぐお腹空いちゃいます。絶対ご飯、絶対ご飯、はい、自分もご飯派です。ご飯は私パンも食べますし、ご飯も食べます。だからお腹痛くなります、朝。なんか甘いものの方が朝食べられる。朝からチョコいけます？いける。もっとですか？いけない。なんか食べれないから食べようと思うと甘いもの選んでる。アイソンです。ありがとうございます。左足上がりのつま先上がりですね。ちょっとまあ捕まりやすいと思うので、まあさほど気にさず、でもフェイスが上向かないことだけ気にしながら打ちたいと思います。捕まっちゃいました。ギリギリ乗ってると思います。得意カーブは、ドライバーって言ってます。でもドライバーが不得意なので意識づけにドライバーって言ってます。正直今2ホールはいい感じです。曲がるんですよ、よく曲がり出すと。なのでそれが結構なんか一回失敗して、いいパットして上がっても次のホールまたティーグラウンド立っちゃってリセットされちゃって、直したいです。
1アンだけ結構雨降ったの、なんか、バンカーがすごいし日本崩れて、なんじゃベビースターもんじゃね持ってきた絶対臭いって言われるなって思いながら持ってきた自分も食べるんですか、それいいんですか、食べます、食べる、食べてください、ありがとう、ありがとうございます、久しぶりに食べたこれ美味しくないですか、なんかいろんな味ありません、うん、かわいい、かわいいよ、これだけは怖くないですか確かに、なんかみんなバーディー取ってない、ずっとパーティー、このままパーで行くわけにいかないんで、次バーディー頑張ります、今いい感じのバーディー取れたんで、このままバーディー増やして今日はアンダーで回りたいと思います。2番ホールなんかまさかあそこまでオーバーしてると思わなくてダブ打っちゃったんですけど、こっからバーディーたくさん取って頑張りたいと思います。今のバーディーパットはちょっと決めたかったので、ちょっと弱めなのでしっかり打っていけるようにパットを頑張りたいと思います。